どうもこんにちは。というか、お久しぶりです。久々の動画で、ヒコさんは緊張していますので、私、ゆずきゆかりが喋りたいと思います。今回の料理は、沖縄そばのアレンジで肉野菜そばを作りたいと思います。肉野菜そばは、その名の通り、沖縄そばの上に肉野菜炒めが乗っただけの料理です。が、簡単でボリュームがあって、バランスもいいので手早く作れる、いいことずくめ。しかし、料理は不慣れなので、カット野菜に、レトルトそばだし、茹でそばを使って、作っていきたいと思います。料理が苦手だけで自炊しなきゃ、という方にぜひ見ていただきたいと思います。では調理スタート。まず、最初に、豚肉を一口大にカットします。油が多すぎでしたね。肉に火が通るまで炒めます。洗わずに使える、ミックス野菜。いいですよね。野菜を切ることがなくお手軽です。また、キャベツ、もやし、ニラなどが入ってるところがいいですよね。醤油、だしの素で味を整えます。レトルトのそばだしを使います。沸騰したら茹で、そばを入れます。完成までもうわずかです。あとは盛り付けです。久々だからか、ヒコさんは緊張している感じでしたね。次の動画からは笑顔でやってもらいたいですね。盛り付けもうまい感じにでき、完成です。この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。